早く急げ。オッケー、危ない危ない、これで大丈夫じゃないっけ。オッケーオッケーオッケー、あいつらね登ってこれないんすよ。でこっちは、まあ、パッと見ないね。でさっきオセロットね、監視カメラでスネークが映ってたのに見逃してましたよね。あれはね、なんでかっていうところは今後分かっていくはずだったはず。排水口なんで、この下を探ればね、どっかで拾えんだよ。あったあった、パルキーあった。で今パルキー見ると冷えた水に浸かってたから、あれパルキーわけ、これか。あら黄色ですね。ここにつけとけば、あ、違う、ここじゃないか。冷凍庫だ。冷凍庫に持っていけば、青くなります。で、その後、溶鉱炉に持っていくの。そうすれば熱くなる。空いてる。うん。ただ監視カメラがあるから、チャフか。チャフで、黙らして、今のうちに、入力。まずは第一のパルコード入力終了。次は第二のパルコード入力。鍵を冷却する。やばい。嘘。やばい、ガス。え、これ死亡じゃない？多分ね、連絡してもどうにもならんはず。だね。ごめん、これはちょっとゲームオーバー。じゃあ、二つ目の入力キーなんで、まずパルキーを外したまんまにしときます。で、ここで一定時間待っとく。どうかしら？来た！ほら。ね。で、この状態で持っていきます。早せんとね、確かパルコード。また大丈夫け？あ、よかった。まだ。オッケー。あれ？ん？パルコード持ってるよ。あれ？二つ目が認識されない。ちょっと待って。あ、来た。第二のパルコードが入力されました。第三のパルコード入力待機。第二のパルコード入力終了。次は第三のパルコード入力。鍵を温める。ここがね、厄介なんですよね。溶鉱炉まで戻らないといけないから、一気に。お、どうした？誰？おう。スネーク、ナオミハンターのことだが、その話なら大佐が調査中だ。モニターオフにしてくれ。オフにした。作戦室には聞かれていない。話してもいいぞ。すまない。キャンベルにも聞かれたくない。で、どういうことだ？ペンタゴンに私の知り合いがいる。うん。その友人から聞き出したんだ。DIA 主導で最近ある暗殺兵器が開発されていたらしい。暗殺兵器？スネーク、フォックスダイという言葉を聞いたことがあるか？いや、フォックスダイ？確かリキッドたちが。そうか。それは特定の人物だけを死に至らしめるウイルスらしい。私も詳しいことは聞いていないのだが。何が言いたい？似ているんだよ。何が？死因だ。アームズテック社長とダーパ局長、いやデコイオクトパスか、二人とも心臓発作のようだったな。ああ、フォックスダイによる死も一見心臓発作で倒れたように見えるらしい。まさかナオミがそれを仕組んだと言いたいのか？スネーク、よく思い出してくれ。ナオミに注射か何か打たれなかったか？
あのナノマシン、彼女が一番可能なポジションにいるのは確かだ。動機も目的もわからんが、大佐はそのことをわからん。まだあの女を尋問していないようだしな。わかった、大佐に聞いてみる。大佐、ナオミの件はどうなった？ナオミならたった今拘束した。拘束？アラスカ基地方面に向けて暗号を送っていた。信じたくはないが、彼女はテロリストの一味だ。確かなのか？そうだ、間違いない。今尋問中だ。どんな尋問だ？手洗い真似は避けたいが、ここにはチオペンタールもない。何か分かったら教えてくれ。やはりそうだったか、ナオミが。信じられん。おそらくフォックス大の血清があるはずだ。やけにこだわるな。君も感染しているかもしれんからな。今は大佐に任せるしかない。ナオミはね、拘束されました。アラスカのどこに送ってたかまでは分かんないんだけど、まあね、外部と接触、連絡を取ってたのは間違いないんで、今から尋問に入るみたいですけど。なんだ、大丈夫け？いや、いるな。暑い場所にとりあえず持っていかんといけんから、人気がなくて暑い場所といえばここですかね。暑い雰囲気がありますよね。まあここで待ちましょう。あ、来ましたね。はい、赤くなりました。じゃあこれ持っていきましょう。スネーク聞こえる？私よ。ナオミ、君は一体？今キャンベルさんたちの目を盗んで別の無線機で話をしているの。ナオミ、大佐の話は本当なのか？ええ、でも全てが嘘ではないわ。本当の部分もある。君は誰なんだ？私にもわからない。親の顔も名前も、今の名前や戸籍はお金で買ったもの。私が遺伝子に固執した理由は本当よ。自分を知りたいから、そう言ったな。ええ、私は自分が誰だかわからない。年齢も人種さえも。ナオミ、私はローデシアで拾われた孤児だったの。80年代のこと。ローデシア？ローデシア独立戦争の頃か。ジンバブエはイギリス領だった。当時はインド人が多く働いていた。だから私の肌の色はそのためかもしれない。でもそれもわからない。ナオミ、どうして自分の過去にこだわる？今の自分を理解できればいいじゃないか。今の私を理解？誰も私を理解などしてくれなかったわ。私はずっと自分を探してた。兄とあの人に会うまではね。兄？そうよ、フランク・イエーガー。なんだって？兄も少年兵士だったわ。ザンベジ川で餓死寸前の幼い私を拾って自分の食べ物を割いてくれた。そう、あなたが廃人にしたフランク・イエーガーは私の兄、唯一の家族。バカな、グレイフォックスが。私たちはあの地獄で生き延びた。兄が守ってくれた。兄は私の全てだった。私の存在を、私という個人を証明する唯一の拠り所だった。やつが君をアメリカに？いいえ、モザンビークであの人に助けられた。あの人？ビッグボスか？ええ、彼は私たちをこの自由の国へ導いてくれた。でも兄はあの人とまた戦場へ戻っていったわ。そして戻ってきた時には、私は復讐を誓った。兄を廃人とし、あの人を殺したあなたに。フォックスハウンドに入ったのはそのためよ。ここにいれば必ずあなたに会える、そう思ったから。思いは果たせたな。そうね、2年も待ったわ。
俺を殺す。ただそれだけのために。ええ、そう。2年、この2年間ずっとあなたを待っていた。あなただけを恋焦がれるように。今も憎いか。少し違う。あなたのことを誤解していたところもある。リキッドたちとは？彼らも兄の仇よ。まさか君の前任者を殺したのもグレイフォックスをゲノム兵の実験体にしたという？クラーク博士のこと？いいえ、彼を殺したのは兄よ。私は事件を隠蔽し兄をかくまった。忍者グレイフォックスは俺を殺すためにここに？違うと思う。兄はただあなたと戦うためだけに。初めは分からなかったけど、今は分かる気がするわ。あなたとの戦い、それだけのために兄は生きてるのよ、きっと。フォックス、ナオミ、教えてほしい。フォックスダイのこと。フォックスダイは特定人物だけを死に至らしめるレトロウイルスよ。まずフォックスダイは体内のマクロファージに感染する。フォックスダイにはタンパク質工学で生み出された認識酵素、特定の遺伝子配列に反応するようプログラムされた酵素が導入されているの。その酵素で暗殺ターゲットの DNA を認識している。認識酵素が反応して活性を示すと、フォックスダイはマクロファージの組織を使って TNF イプシロンを作り始める。何？サイトカインの一種で細胞死を誘発するペプチドよ。 TNF イプシロンは血流に乗って心臓に達し、心筋細胞の TNF レセプターに結合する。それで心臓発作を。刺激を受けた心筋細胞は急激なアポトーシスを起こすわ。そしてその人物は死ぬ。アポトーシス、細胞が自殺するための遺伝子プログラムか。ナオミ。何？当然俺も殺すようにプログラムしたんだろう。まだ時間はあるのか。ナオミ、俺は君に殺されても仕方がない男だ。だが死ぬわけにはいかない。まだやることが残ってるんだ。聞いて、フォックスダイの使用を決定したのは私ではないわ。君じゃない？あなたにフォックスダイを注入したのは作戦の一部。それをあなたに伝えたくて。私、自分に素直じゃない。ナオミ、私があなたに本当に伝えたかったのは、スネーク、私。おい、何をしている？ナオミ！スネーク、ナオミとの交信はこれ以上許されん。何？ナオミは作戦から外された。ナオミをどうした？フォックスダイが作戦の一部とはどういうことだ？大佐、彼女と話をさせろ。できん。彼女は監禁した。大佐、裏切ったな。今は余計なことを考えるな。メタルギアを食い止めることが先決だ。スネーク、いいな。まあ、上からの命令でフォックスダイを注入したっていうところだけは覚えてたんだけど、あー、そういう関係だったか、ナオミとグレイフォックス。よし、頼む、間に合え。よし、終わった。第3のパルコードが入力されました。すべてのパルコードを入力終了。起爆コードが入力されました。なぜだ？あれ、解除じゃなかったっけ。これで発射準備完了しました。俺は解除したぞ。ありがとう、スネーク。これで起爆コードの入力は完了した。もうメタルギアを止めることはできない。マスター、これは？わざわざ鍵を見つけてくれた上、起爆コードの入力までしてくれて本当に恩に着る。形状記憶合金だとはお粗末な話だったが。何のことだ？ダーパ局長の起爆コードは入手できなかったんだよ。
マンティスの能力をもってしても読むことはできなかった。オセロットは起爆コードを聞き出す前に殺してしまった。つまり俺たちは核を撃つことはできなかった。威嚇発射さえもな。まさに八方塞がりだった。核が撃てなければ我々の要求は叶えられない。マスター何を言ってる。起爆コードを入手できなくなった以上別の方法を探すしかない。そこでスネーク、貴様にかけてみることにした。何？デコイオクトパスをダーパ局長に変装させたのもその一つだ。貴様から情報を得ようとしたのだが。フォックスダイとはな。全て最初から仕組まれていたというのか。俺に起爆コードを解除させるために。ん？もしやここまで来られたのは自分一人の才能だと思っているのか。マスター、あんたはスパイか。とにかくこれで核発射準備は整った。新型核を打ち込んでみせればホワイトハウスの連中もフォックス大の結成を渡さざるを得まい。奴らの切り札も無効になる。切り札？一体お前を使ったペンタゴンの目論見はすでに達せられているんだよ。あの拷問部屋で知らないのはお前だけだ。惨めだなスネーク。貴様は誰だ。全て教えてやる。もしも俺の元までたどり着けたらな。どこにいる。すぐ近くさ。スネーク、そいつはマスターミラーではない。キャンベル、今頃気づいても遅い。マスターミラーの遺体が彼の自宅で発見された。死後3日経ってる。マスターとの無線がオフにされていたのでわからなかった。メイリンによると発信源はその基地内だ。ちょ、お前は。お前が話していたのは俺だ、兄弟。まさかリキッドか。貴様の役割は済んだ。あの世へ行け。あ、またこれになっちゃった。脱出はね、今回はできるはず。はい、実はね、マスターミラーはね、とっくの昔に亡くなってて、最初からスネークと話してたのはリキッドだったんですね、変装した。うん、実はね、序盤でね、リキッドがね、マスターミラーなんじゃないかなっていうヒントはね、出てたんですよ。何かっていうと、二人ともね、声が一緒なんですよ。そう、同じ声優さんなんですよ。だから、感のいい、初見のプレイヤーの人たちも、あれもしかしてっていうので、ちょっとマスターミラーをね、途中から怪しんでたっていう人もね、多かったんですよ、当時。まあね、自分はね、当時、小学生だったから、そんなこと全く思ってなかったんですけど、で、今ね、メタルギアの核の発射準備ができたのは、今言った通り、停止の条件は、一度発射コードを入力して、発射準備が整った状態で、また発射コードを入力すると、停止するって仕組みなんで、まだ発射コードがね、入力されてなかったから、そりゃ、ね、発射コードが入った瞬間に発射準備がね、完了するわけなんですよね。なので、スネークはね、まんまと罠にはまったと。そういった感じです。じゃあ、ここから抜け出しましょうと言いたいとこなんだけど、現状はね、こじ開けるあれがないので、もうちょっと、助けを待ちましょう。連絡に関しても、やっぱ遮断されてるはず。あ、いや、遮断はされてない。スネーク、ガスだ。そのままではやられる。そうだ、スネーク。エメリヒ博士だ。彼なら、そこのセキュリティを破れるかもしれん。連絡を取ってみるんだ。そうか、オタコンか。スネーク、そこは防弾ガラスだ。通常兵器では爆破できない。ここのセキュリティを解除できないか。やってみる。待っててくれ。オッケー、待っとく。ガスマスクがあればね、ある程度耐えられるんで。来た。セキュリティに潜入した。スネーク、扉を開けるね。さすが一流のハッカー。ああ、行き上がった。リキッドがね、通り過ぎていった。さあ、いよいよラストに差し掛かってきましたね。いたいた、待ってる。すげえ待ってる、リキッド。いるんだね、ちゃんと。なんか気合い入れてますね。じゃあ
まあ、望みに応えて会いに行きましょうか。リキッド！スネーク！俺のサングラスも生かすだろう。兄弟に銃を向けるのか。なぜマスターに化けた。無論貴様をうまく操るためだ。実際お前はよく働いてくれた。ペンタゴンの連中もそう思ってることだろうよ。さっきから何を言ってる。与えられた命令を疑いもしないとは。戦士の誇りを失い駒になり果てたか、スネーク。何？核発射の阻止、人質の救出、すべて偽りの任務だ。偽りだと？ペンタゴンとしては貴様と俺たちが接触するだけでよかったんだ。アームズテックの社長とデコイはそれで始末されたんだ。まさか。そうと。俺たちだけを暗殺し、莫大な予算を投じたゲノム兵の遺体とメタルギアを無傷で回収するため、貴様は初めからフォックスダイのベクターとしてペンタゴンに送り込まれたんだ。フォックスダイ、バカな。ではナオミはペンタゴンと組んでいたのか。連中はそのつもりでいたようだが、あの女ただ利用されるような甘い女ではなかった。何？ペンタゴンに潜り込ませたスパイが突き止めた。作戦直前、ナオミはフォックスダイのプログラムを改ざんしていたらしい。だがその理由も目的も不明だ。まさかナオミを逮捕させたのは彼女の目的をつかむため。その通りだ。くだらない恨みとは思わなかったが、しかし結局ナオミがフォックスダイにどのような改変を加えたかは今もわからない。まあそれももういい。俺はすでにホワイトハウスへの要求にフォックスダイの血清を上乗せしてある。血清があるのか。あるはずだ。あの女にしかわからんがな。だがもうそれも必要ないかもしれんな。なぜだ。貴様は潜入に成功。奴らが処分したかった俺たちは目論見通り暗殺ウイルスに感染した。オクトパスやアームズテック社長の死因は確かにウイルスだ。しかしオセロットの俺も、そして運び屋である貴様にもまだその兆候が現れていない。フォックスダイの標的プログラムにバグが。さあ。だが貴様に効果がない以上俺も安全だ。俺と貴様の遺伝コードは同じなのだが。やはり俺とお前は。そうとも。だがただの双子ではない。遺伝子に呪いを込められた双子、レス・エンファントス・テレブレス。貴様はいい。親父の優性遺伝子を全てもらった。俺は劣性遺伝子ばかりを受け継いだ。全ては貴様という優性種を作り出すための仕掛けだ。俺という存在はお前の想像のためにだけあった。俺が優勢だと。そうだ。俺はその絞りかすだ。貴様にわかるか。生まれ落ちた時からクズとみなされ続けてきた惨めさが。だが親父は俺を選んだ。それがビッグボスにこだわる理由か。歪んだ愛情だな。はっ、愛情だと。憎しみだよ。劣っていると知って俺を選んだことへの復讐だ。これも貴様にはわかるまい。実の親父をその手で殺すことができた貴様には、俺は復讐の機会すら貴様に奪われた。だから俺は親父の意志を実現してみせる。親父を超え、親父を殺す。お前もナオミと同じだ。俺は貴様とは違う。自分の遺伝子に刻まれた運命を誇りに思っている。待て！くっ！兵器を拝みながら死んでゆき、兄弟へのせめてもの気遣いだ。今から見せてやる。21世紀を導く悪魔の兵器をな。起き出してしまった。こいつを止める方法は。
は始まりました。ついにメタルギアとのね、一騎打ち。倒し方はね、どうだったっけ。まあ、スティンガーは確実なんだよね。スティンガーに関しては。他の兵器、効かない。チャフもなんも。まあ、唯一はこれで、いける？またか。やばいやばいやばい。動くんだっけ？撃ってくる撃ってくる。そう、小型ミサイルも持ってるか。えぐえぐいな。ボディアーマー着とかんとやばいわ。やばい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 。ちょっと待って、ちょっと待って。勝てるか、ね、連絡しようか。ついにメタルギアが動き出してしまったか。君だけが頼んだ。何としても食い止めるんだ。どうやって。開発者のエメリヒ博士に聞くしかない。オタコンに聞くと弱点が露呈するんだっけ。スネーク、X の装甲は完璧だ。今持っている鍵では破壊することはできないよ。 X は最新式の複合装甲を採用しているんだ。高性能のヒートでも使わない限り破壊はできない。ではどうすればいい。 X の操縦席は一種の VR システムと同じなんだ。あらゆるセンサーを通しハイテク機器を介して操縦している。完全に外界から閉鎖された密閉型だ。肉眼では見ていない。そうだよ。だからセンサーを破壊すればレックスの左腕のように見える円盤があるだろう。ああ、盾のようなやつか。それがレドームだ。あそこを破壊すれば電子装置は効かなくなる。盲目になるってことか。ああ、レドームにスティンガーミサイルを撃ち込めばいい。それで動きが止まるんだな。いや、レックスは肉眼でも操縦できるようになっている。ご丁寧だな。くちばしのような部分が操縦席なんだ。異常の際はそこが開閉する。レックスの装甲は頑丈だ。破壊はできない。それは分かってる。でも内側からなら話は別だ。なるほど。まずレドームを破壊して操縦席を開かせるってわけだ。そうだよ。操縦席の内側にスティンガーミサイルを直撃させればコンピューター制御系を破壊できる。そんな弱点を残したまま開発してたのか。弱点じゃない、弱みだよ。人も兵器も弱みがないと可愛くないじゃないか。そうだろ。分かった。お前に感謝したい気持ちだ。これで弱点が、やばい、よくかわした。まぜまぜ。好き作りてえな。どうやって好き作るんだっけ。やった、レドーム。ちょっと待って。あれ、あ、マジかマジかマジか。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと待って、壁に当たっちゃった。レドーム、待て。入った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 けど、こっちも大ダメージ。ボディアーマー着ててもこの威力ですからね。狂ってるよね本当に。痛い、死んだ死んだ。キャー、きつい。スネーク、こっちだ。スネーク、スネーク。オッケー。あれ、またか。ちゃんと起動しないとダメか。はい、ちょ、あ、やばい。オッケーオッケー、また入った。ボディアーマーってあれだっけ。爆弾には効かないようになってんだっけ。いた、やばい、死ぬ死ぬ。よいしょ。危ねえ危ねえ危ねえ。かわしたいけどやっぱ無理か。これはかわせんわ。うん、よし、やれた。名前のスネーク。
ってくれた。早く逃げろ。グレイフォックス。懐かしい名前だ。ディープスロートよりは聞こえはいい。やはりお前だったのか。見ていられないぞスネーク。年を取ったな。見どころ意味。死の囚人、お前だけが俺を解放してくれる。フォックス、もうこんなことに関わるな。ナオミはどうする？ナオミはお前のために復讐を。ナオミ、ナオミを止められるのはお前だけだ。俺にはできない。どうして？ナオミの両親を殺したのは俺なんだ。まだ若かった俺はあいつまでは殺せなかった。あいつを拾ったのは後ろめたさに耐えきれなかった。あいつの世話をしたのは痩せこけた両親を満足させるため。それでもナオミは俺を兄と慕ってくれた。フォックス、傍から見れば俺たちは仲のいい兄弟に見えたかもしれん。だがあいつに瞳を覗かれるたび俺はいつも怯えていた。お前から伝えてくれ。本当の仇はこの俺だ。そこか。そろそろ決着をつける時だな。ディープスロートからの最後のプレゼントだ。俺が奴の動きを止める。フォックス。誰かの道具じゃない。戦うことでしか自分を表現できなかったが、いつも自分の意志で戦ってきた。スネーク、さらばだ。死を懇願したとき勝敗は決まる。分かったろ。貴様は誰も守れやしない。自分の店やな。死ね。さっきのね、時は撃てないんすよ。フォックスがね、壊してくれたおかげで操縦席が今丸見えになってます。なんだけど、まあ、脅威性は変わんないんだよね。あ、取れない？これ。取った。あー、捨てんだね。オッケー。
どうやってかわすんだっけミサイル。確実に当たんだよね。ダメだ。どうにかにかわしかたった気もすんだけどね、ミサイル。ミサイルのかわし方これだ。手前に行くんだよ。うん。で、近づくとレーザー撃ってくるから、気ぃつけないといけない。で、これ、前に。危ない。そうだったね。レーザーも持ってたね。残念。そっから発射しても手前には落ちねえんだよ。まあ、対策は分かった。お前の前で。この時ね、これだよ。ほら、撃てないんだよ。俺には撃てない。あ、俺には撃てないっつったね。俺は戦いを取り上げる。俺には撃てない。生きる力がない。撃てない。オッケー。はい。よしよしよし。で、またレーザー撃ってくるから。回避。ちょっと待て。はい、痛い。やばい。回復。これね、ロックオンしてなくてもね、まあ手動でも当てることはできるんだよね。はい、よいしょ。手前。よしよし、倒した。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。